皆さんこんにちは。東京農工大学生態医療システム工学科の学科説明会へようこそ。本日司会進行を務めます修士1年の田中しおりです。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、本日の進行予定について画面に映しておりますので一緒に見ていきましょう。まず一つ目は、何が学べるの生態医療システム工学科というコーナーですね。こちらでは、学部生を2名お招きして、実際にどういうことが学べるのかということについてお話しいただこうと思います。次に2つ目として、世界に羽ばたけ留学体験のコーナーです。こちらでは大学院生を1名お招きしまして、実際に留学に行ったことのある方なので、ちょっと体験などをお聞きしていこうと思っております。さらに3つ目、未来を開け国際デビューのコーナーでは、国際会議に出席のしたことのある2名の大学院生をお招きしておりますので、国際会議ってどういうことなんだろう、どういう体験をしたんだろうというところまでいろいろ聞いていきたいと思っております。最後に、すごいぜ B 科の先生のコーナーでは、実際に B 科で指導していただいている先生をお招きしまして、皆さんと一緒に模擬授業を受けていきたいと思っております。はい、ではまず最初に簡単に生態医療システム工学科ってどういうところなのかという説明に入っていきます。生態医療システム工学科は3年前に学科再編で新しく誕生した学科になります。学生からはバイオメディカルの頭文字を取って B 科と呼ばれています。本日は B 科の良さを皆さんに知っていただき、進路を選ぶ上で参考にしていただければと思います。はい、こちらはちょっと業務連絡になってしまうんですけれども、オープンキャンパス期間中に学科のホームページにて研究室などのより詳しい内容をオンデマンドにて配信しております。興味がある方はコメント欄と概要欄にリンクが置いてありますので、ぜひ見てみてください。はい、さらに配信中気になったことを学生や教員に直接質問できる Zoom 相談室も開設しております。こちらに関してもコメント欄と概要欄にリンクありますので、ぜひぜひもう個人的な話が聞きたいよという方いらっしゃるかと思うので、ぜひご活用いただければと思います。また本配信でも質問は随時受け付けておりますので、コメント欄へ気軽に書き込みいただければと思います。長くなりましたが、最初に学科長の高木先生からご挨拶をいただきたいと思います。高木先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。東京農工大学工学生態医療システム工学科で、学科長をしております高木と申します。本日は生態医療システム工学科の学科説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。本来であればキャンパスまでお越しいただいて、学科の教育研究について直接お話ししたり、あるいはキャンパスツアーで研究室見学をしていただいたりできればよかったんですけれども、まあ、残念ながら緊急事態宣言が出ているということで、オンラインでの開催となりました。で、オンラインでの開催ではございますが、まあ、今回のような形で YouTube ライブ配信という形をとりまして、皆さんと学科の教員、学生の距離をできるだけ小さくした形で実施いたしております。ただ今年から初めての試みでございますので、学科の学生も一生懸命準備はしましたけれども、いろいろ問題があるかもしれませんけれども、その辺はご容赦いただければ大変ありがたいと思います。さて、生態医療システム工学科ですけれども、2019年度に工学部に新設されたまだ若い学科でございます。国立大学としては移行学を本格的に学べる学科として、国内初の学科として設置されました。で、最近の社会の高齢化とか、あるいは国際的な医療需要の増大を受けて、工学技術を医療に応用して医療で使える測定機器や診断技術の研究開発を行っている学科でございます。よく生命工学科との違いを聞かれることがありますけれども、我々は物理学、数学をベースとした移行学を扱っております。ですから、物理学や数学が好きで、医学にも興味がある、あるいは何かこう人々の役に立ちたいことをしたいと考えている学生さんにとっては最適な学科であると思います。最近の新型コロナウイルスの関係で言いますと、パルスオキシメーターと CT、ECMO という言葉を耳にすることがあると思いますけれども、これらも我々の範疇に含まれるということになります。この辺の学科の詳しい説明に関しましては、先ほど司会者から説明がありましたけれども、学科のホームページにオープンキャンパス特設サイトという形でビデオが置いてあります。で、学科の説明以外にも研究紹介とか学生の対談ビデオがありますので、
ぜひご覧になってください。本日は学生さんにですね、司会をお願いするという形になっておりますので、ぜひ気楽にですね、質問、コメント等をしていただければありがたいと思います。で、あまり教員が長く話すのも何かと思いますので、私のご挨拶はこの程度とさせていただきたいと思います。それではこの後、データ利用システム工学科のオープンキャンパス、学科説明会をぜひお楽しみください。今日もありがとうございました。高木先生、ありがとうございました。はい。ではですね、早速内容に参りましょうか。はい。ここがすごいよ、生態医療システム工学科のコーナーになります。理科の学部生の2名をお招きしまして、実際に入学して理科にどういう魅力があったのか、どういうところが学べるのかっていうのを、語っていただこうと思います。はい。では、お二人、どうぞお入りください。席についていただきまして、はい、では早速奥の方からご自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、B 科の学部3年の三浦仁と言います。よろしくお願いします。お願いします。 B 科の1年越前桃子と言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、今回学部生の2名をお招きしておりまして、実際に受験を通過してきているんですよね、お二人ともね。なので、もちろん本編の内容とは関係ないんですが、受験対策どうやってしたのとか、気になることがあれば何でもコメントで質問いただければと思います。はい、では内容に入っていきましょうか。はい、早速ですが、生態医療システム工学科では何が学べるのかというところに関して、お二人すでにキーワードを書いてきていただいております ね、 そうですね。はい、では出していただきましょうか。どうぞ。じゃあまずはこちらから、キーワード多種多様ですね。多種多様、どういうことですかね。はい、意外とこの B 科、何でも学べちゃいます。生物のことから、物理のことまで、しかも結構専門的なことまで学べてしまうんです。例えばなんですけども、生物分野ですと今コロナワクチン結構話題ですよね。そのコロナワクチンね、抗体がどう効いてくるのかなんていうことを学べる抗体免疫学なんていう授業があります。あと物理学ですと個人的にとっても面白かったなというのが、量子力学って結構突っ込んだ分野だっていう印象あると思うんですけど、とっても面白かったです。はい、ありがとうございます。もうなんか生物の結構コアなところからもう完全に物理学の内容までやってしまうんですね。そうなんですね。結構どうでした、学んでみて。かなり幅広かったと思うんですけど。結構幅広いんですけども、やっぱそれぞれも深みがあって、私結構興味を持っていろいろ、はい、面白いなと思ってしまいました。ありがとうございます。勉強結構難しかったですか。ちょっと難しい。ちょっとだけ。そうですね。ありがとうございます。いかがでしょうか、一前夜さん。私は、キーボード。フリップも出していただけますか。はい。こちらの。私のキーワードは将来性というキーワードです。私がそもそもこの学科に入学した理由が、農工大で主催されているちょっとイベントに参加させていただいて、研究室見学に、はい、行ったんですが、その時にちょっと血管を 3D で映し出すなんていう、今までの自分じゃちょっと知らなかったような分野を知ってこの学科に来たんですけれども、結構その自分の周りの子とかを見ると、意外と、いや、ちょっと私物理はできるけど生物はみたいな子も結構多かったりするんですが、逆にその科学は得意だよとか、いや、数学はできるんだけどっていう子も結構周りにいて、この将来性っていうワードはですね、その物理と数学、あと生物と科学も全てをまんべんなく使ってどのような分野にでも行けるっていう意味で将来性っていうふうにしています。とまた自分が入学した理由であるその画像化っていう分野においても、超音波だったりあと光だったり、同じ画像化でもいろいろ分野が分かれていたりして、自分が思っているよりも本当にさっきおっしゃっていましたが、多様性が本当にあって、いろんな分野に進める将来性があると思っています。ありがとうございます。ちなみに結構、はい、もう私自身もそうだったんですけど、
私も物理はまあまあ好きだったんですけど、やっぱり生物、DNA とか、なんか単語聞くだけでゾッとしてたような覚えがあるんですけど、清谷さん、なんか結構ご自身では得意な科目ってばらつきあります？私は得意な科目というのは特になくて、どちらかというと生物が好きだったんですけど、もともとそのこういう分野があることを知らなくて、とりあえず工学部に進んでみようっていう感じだったんですね。あとはその受験ってやっぱり物理の方がなんかこういろいろな分野で受験ができたりするので、そういう意味でちょっと無難な小道を進んだ結果物理と化学選択で、はい、受験しようと思ってたんですけど、実際はセール入試という、はい、そうなんですね。結構お二人に聞きたいんですけど、はい、もういろんな幅広いジャンルの授業があるということなんですが、まあ、多分受ける教科によっては知識の偏りがある方もいらっしゃると思うんですね。結構授業の中でもきっちりフォローアップはしてくれるような感じでしたか？はい、そうですね。やっぱり物理科学で受験する人結構いると思うんですけど、あと実際に物理科学の受験の人結構いたんですけど、と学部1年の一番最初の学期ですねに生物学入門っていう、まあ、いかにも生物最初の人向けっていう授業あるんですけれども、ちゃんと高校までの生物を踏まえながら、あと大学のちょっと何でしょう、ちょっと進んだ物理化学とかも絡んでくるような生物をちょっと講義で受けましたね、うん、なのでそこら辺のフォローはされてるっていうことになりますね、はい、じゃあ生物にとどまらずいろんな分野との融合っていうのも見えてくるわけですね。そうですね。なるほど。結構高校だとコンデンサなんてもうやってる人もいると思うんですけど、人間の体電気で動いてるっていう話で、実は細胞がコンデンサになってるだとかっていう話も出てくるので、物理化学が好きっていう人でもその生物のことをもっと面白く見ていけるような授業を受けてとても面白かったです。ありがとうございます。あと私はちょっと、はい、1年生で今生物学入門を受けて少し思ったのが、その自分の中で結構生物って暗記分野みたいなこうちょっとイメージがあったんですけど、結構その大学生になってから学ぶ生物学はそのなんかこう関わりというか物質と物質の関わりをちゃんと意識しようだとか、あとどういうメカニズムなんだろうっていうその流れで理解する授業 が多くて、授業がメインで、私的にはすごく生物はもともと嫌いではなかったんですけど、もっと好きになれるような、はい、授業になってみました。なんか私でも生物好きになれますね。なるほど。近くとどうでしょう、ここでの生物というよりかは少しなんかもう物質名っていうのお話だったんですけど、はい、化学みたいな反応みたいな話も出てきたりしますかね？出てきますね。私が最近やってちょっと苦戦していたのが、なんかクエン酸回路っていう、はい、難しくて、ちょっとテスト前に、あれ大丈夫かな、これっていう感じではありますね。はい。クエン酸回路、クエン酸自体はいろいろ結構、まあ皆さん知ってると思うんですけど、まあ、体で起こってるような仕組みを、まあ、勉強されて、その中にちょこっとそういうものが。そうですね。物質名が出て、その物質名はもちろん結構見慣れない言葉だったりは多いんですけれども、やっぱり何でしょう、例えばウイルスの話だったりすると、そのウイルスの言葉っていうことよりはその働きを目に、例えばこういう物質が来たらこういうものが反応してこうなるんだよっていう方がどちらかというとメインで、言葉はそんなにもちろん分かっていないと説明はできないんですけれども、言葉というよりは手順がやっぱりメインですね、うん、なるほど、ありがとうございます。そうなると結構、まあ、いろいろ幅広く、かつなんかもうちょっと皆さんが思っているよりも深くいろいろ勉強するような感じを受けるんですけれども、はい、受験生の皆さんからすると大丈夫かなみたいな気持ちになっちゃう人もいるかもしれません。どうですかね、
三浦さんの方、なんか受験生の方に対して、なんか勉強面でお伝えしたいことってありますか？どうでしょう。あ、フリップ用意してあるんですけど、まあ、大丈夫です。大丈夫です。意外と大丈夫です。大丈夫。大丈夫です。ですね、まあ、受験に関しては、まあ、自分のやってる、この物理、化学、生物をちゃんとやってもらえれば、受験に関しては大丈夫ですし、先ほども言った通り、大学に入ってから、すべての分野融合して学べるように、授業の中でもしっかりフォローされているので、何も心配することはないです。大丈夫です。素晴らしい。ただ、受験をするにあたって、ちゃんと勉強する内容っていうのは、しっかり勉強した方がいいんですよね、きっと。そうですね。やっぱり、背景というか、大学で勉強を進めるにあたっては、高校で習ったことをちょっと基礎にして、どんどん積み上げていくっていうのが基本になってくるので、うん、まあ、やっぱり受験勉強ですかね。はい。そうですね。今、頑張っていらっしゃる方いるかとは思うんですけど、三浦さん、そう言っているので、ぜひぜひ勉強頑張ってください。はい。シーヌさんの方は、はい。じゃあ、私のちょっとキーワード、はい。こちらのセールというキーワードなんですが、私はもともとは一般入試で入る予定で、やっぱり物理とか化学とか、あと数学、英語を勉強していたんですが、まあ、結局、このセール入試という総合型選抜の一つですね、で、入学することになりました。その時に、セール入試でももちろん簡単なものですけど、筆記テストがあるんですね。で、その筆記テストを受けた感じでも、過去問を受けた時と自分で受けた時と同じように、基礎的な部分、例えば物理だったら結構そのこういう問題が来たらこうするっていう、まあ、表面的なものじゃなくて、そもそも電流って何だろうとか、ちょっと教科書の内容を自分でこう読み込んで理解ができなかったら同室まで、まあ、ちょっと受験生時代は心に余裕がないので、そういうことをあんまりやらない方がいいとか、もうやってる余裕なんかないってちょっと思っちゃうと思うんですけど、ちょっと一旦落ち着いて教科書を読んでみると、読んでみて、こう下の方にちょっとだけ書いてある同室を、まあ、自分でやってみたりとか、そういうのをすることで、特に私は特に物理でそういうことが大事だなと思っています。で、それが、セール の, 筆記テストであったり、あと特別何でしたっけ、なんかレポートみたいなのは書くんですけど、その時にもやっぱりそういう考え方が大事だなと、この入試を通しても、はい、思いました。ありがとうございます。今ちょっと入試の話が出たので、はい、もう少し聞いていこうと思うんですけれども、そうですね、我々の学科、一般入試っていう、いわゆるまあ共通テストと二次試験と受けてそのまま入ってくる形式と、あと一次元さんが紹介してくださったセール入試というのがあります。一般入試の方は多分なんとなくまあ皆さんには馴染みあると思うんですけど、セール入試って、はい、まあ、さっきまあレポートがあっての話だったんですけど、はい、もうちょっと具体的に聞いてもいいですか？はい、主な流れとしては、志望理由書とレポートを書いて、でまずそれが一次選考っていう感じですね。で、そのレポートで受かったら、今度はそのレポートについて、まあ、面接というか、まあ、質疑応答みたいな感じで、私が結構面接っていうワードで想像して、こう実際に学校に行ったらもう完全に質疑応答で、ちょっとびっくりしちゃって、はい、もうその終わった後ちょっと親に電話してどうしようみたいな感じだったんですけど、はい、それとあと大問がこう各分野1個の、ペーパーテストを解いて、それをこう説明するというような、はい、試験がありました。なるほど。試験っていうと結構普通の受験の知識を使って、それをもう黒板に書いていくような感じでしたか？はい、ペーパーテストの方はそうですね。なるほど。質疑応答についてもうちょっと聞きたいんですけど。質疑応答は、はい、本当にもうちょっと自分でこう対策じゃないですけど、うん、こういうことを聞かれるかなっていうのは想定しておくべきだったなと、ちょっと今反省しておりますね。はい、結構その面接っていうワードで想像すると、例えば志望校どうしてうちにしたんですかだったり、部活動で何頑張りましたかっていうのを想像してたんですけれども、
結構そのレポートで書いた内容の、例えばこれってなんか光と音ってどう違うんですかだったり、うん、そういう結構専門的じゃないですけど、そういう質問が多くて、まあ、あとちょっと先生方が並んでたりするのもあって緊張しましたね、はい、結構ずらっと並んで緊張しました。4人5人もうなんかちょっと緊張しすぎてあんまり覚えてなんかもう多分その入試にいらっしゃった先生方が結構入学してから出会っていると思うんですけども、時にどんな先生がいらっしゃったかあんまり覚えてないぐらい、はい、でも精一杯やって通過してきたということですね、はいはい、もし生理入試考えていらっしゃる方ぜひぜひ参考にしていただければと思います、はい、さて一般入試の三浦さん、はい、はい、勉強の話ちょっと聞いていってもいいですか。勉強の話、そうですね、まあ、皆さん受験勉強いつから始めるもんなんだろうっていうところあると思うんですけど、実は私の高校ちょっと勉強なんでしょう、教科書の進路が進むのがちょっと遅いのもあって、あと部活が結構長引いたのもあって、ちゃんと始めたのは8月からとかなんですね。でもそれでもやっぱり最初ちょっと過去問を見てどんな感じかなって見て、で次にまあちゃんと分かんないとこあら探ししながら勉強して、で共通テストですね、今だと私たちの場合はセンターなんて呼んでたんですけども、共通テストも12月から対策始めてちゃんと間に合ったので、まあ落ち着いて焦ることなく進めていければいいんじゃないかなと思います。かなり直近で対策されたということですが、まあ、そうですね、うん、でもやっぱり共通テストも、うん、その背景となる知識とかがしっかり身についていないと、その表面的な解き方とかになってしまって危ないので、やっぱり土台を固めていくっていうことを今の時期から頑張っていくのがいいかなと思います。ありがとうございます。先ほどのお話でやっぱり高校で勉強することは大学でも生かされるっていうお話だったので、皆さん勉強しましょう、はい、では、まあ、座談会の方はこんなもんにして、もし何か皆様の方で質問あれば受け付けたいと思います。ちょっとしばらくの間私の方でも質問をさせていただこうと思います。はい、生物を高校で勉強してなくても何とかなりますか。私はなんとかなると、はい、もうなんか今のところ中学生の時にあった知識もなんか怪しいなっていうレベルなので、はい、うん、なんか私の場合は結構その生物の暗記っていう面で、なんかホルモンとかの話で挫折して、うん、もうそこからは生物と関わってないのですが、うん、それでも全然大丈夫だと思います。あとは結構そのなんかやる分野もそのビーカーで使われるものに特化しているじゃないですけど、うん、生物の分野全てをやるっていう感じでは今のところないと思っているので、うん、はい、なので大丈夫だと思います。三浦さん、あ、どうでしょう、まあ、私受けてみた感じですけど、生物やっぱ高校までの生物とは全然違う感じしますね。全く新しいっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけども、やっぱり大学入ってからその他の分野と関わっていく生物っていう感じですかね。覚えるだけじゃなくて、そのちょっと物理化学が絡んでくる生物といった感じなので、正直その高校で生物履修してなくても問題ないと思いますね。ありがとうございます、はい、はい、ではコメントが来ているようですので、ちょっと質問をさせていただきます。コメントありがとうございます。レポートどのぐらいの期間をかけて実験したのかについて教えてということですが、おそらくこちらのレポートはセールのレポートに関してですかね。ちょっと私のあのセールはちょっとお恥ずかしい話なんですが、結構滑り込みみたいな部分があってですね、もともとその総合型選抜っていうものに対して、例えばなんか大会に出て賞をもらった人だったりとか、なんかのコンテストとか数件何級持ってますか、そういう人が受けるものなのかなっていうので結構敬遠していて、夏、
当に終わるくらいまでずっと受けるつもりがあまりなかったんですが、なんかこの友達、結構仲のいい友達がずっとその、まあ、栄養入試の話を先生とずっとしているのをそばで見ていて、あ、やっぱりなんか受けないよりも受けた方がいいのかなみたいな感じでやろうとしたんですね。そしたら、うん、その先生に相談した時にも締め切り本来だったら1週間前ぐらいで間に合わないっていう時だったんですけれども、コロナの影響でちょっと締め切りが伸びていて、そこに滑り込んだので多分2週間ぐらいですね。であとちょっと付け加えさせていただくと、学校の方針ではその例えば実験をやってでその結果を考察したりだとかっていうのを推奨というか、まあ、紹介をされているんですけれども、私の場合ちょっと滑り込んだのもあって実験とかではなくて自分の課外活動をまとめて、でそこからちょっとこう医療機器提案みたいなそういう流れにしました。はい、活動というと具体的にはどんな活動を求められたんですか？自分が医療に興味を持ったきっかけがちょっとブラックジャックセミナーっていうそのイベントに参加させていただいた話だったりとか、あとはちょっと工学分野でこうどこどこに研究所にちょっと見に行ったよっていうのを、はい、盛り込んだりしました。あ、そうだったんですね。ありがとうございます。参考になればいいなと思います。ありがとうございます。まあ、何かあればぜひぜひ。学部生登場するの実はまあ3回今まで配信やってるんですけど、このコーナーが最後になります。なので悔いのないように皆様質問コメントお待ちしております。はい、来るまでもう少しだけ私の方から質問しちゃってもいいですか？はい、アルバイトは何をしてますかという質問があるんですが、アルバイト、はい、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、とっても有名なファミレスのチェーン店でバイトしてます。まあガストって言ったら皆さんさすがに分かると思うんですけども、はい、まあ週4日週4日ぐらいで入ってます。趣味のためにお金貯めて使ってます。趣味。ちなみに聞いてもいいですか？趣味、ちょっと楽器演奏したりだとギターとか、あとクラリネットなんて言って分かる人いるかもしれないんですけど、その演奏したりして楽しんでおります。やっぱり大学生になると自由度増しますもんね。そうですね。私オンラインの授業が結構メインだと思うので、結構もうオンライン授業終わったらもう趣味の時間って感じですか？あ、そうですね。課題とかやって、やっぱり家にいる時間長いので、ああちょっと落ち着いたなって思った時に、まあ、趣味のことやったり、あとお菓子食べるの好きなのでお菓子食べたりとかしてますね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。ちねやさんどうでしょう？私はパン屋さんで最近アルバイトを始めて、研修が終わったばかりなのでまだちょっとそんなに日数は入れてないので、どこかに使えてはないんですけど、とりあえずまあ生活費をっていう感じですね。あとはちょっとこう美味しいものを贅沢して食べられるくらいのお金を稼げればなっていう感じです。はい、ありがとうございます。なんかパン屋さんのバイトってなんか残ったパン聞いたことあるんですけど結構ちょっとやっぱりまあ飲食とか、まあ、食べ物に関するバイトってそういうところがメリットですよね。結構どうですか、なんか日々のご飯の足しとかにはなってその日の夜ご飯とかにさせてもらって幸せですよ。すごい美味しいパンが食べられて ありがとうございます。あと質問が来ているとのことなのでちょっと読み上げさせていただきますね。はい、農工大は院まで進学される方が多いとお聞きしました。その際の学費はアルバイトなどで補っているのでしょうか？院生への想像がつかないので教えていただければ幸いです。なるほど、なるほど。どうでしょう、お二人はそもそもどう考えてますか？大学院って考えてますか？私はまあ大学院進学しようと思ってますね。せっかく理系に来たので、うん、ちょっと院まで研究したいなと思ってるんですけども、うん、学費に関しては私は奨学金借りておりまして、うん、でまあ院に進む時も奨学金を使ってその院に進もうかなと思ってます。あ、そうするとやっぱりもうその場で申し込んでそのお金で。そうですね。あ、なるほど。千谷さんまだ1年生だから想像つかないですよね。今のところは私も
ウィーンに行ければなとは思っているんですけど、やっぱりまだその研究、こう先生方の研究室でなさってる研究だったりとかを理解できるあの時点にいないので、まだちょっと想像はつかないですね。まあ、学費はやっぱり私も奨学金を借りているので、それかなと、はい、想像しております。はい。なるほど。じゃあ、アルバイトは基本的には、まあ、生活費そうですかね。はい。なるほど。答えになってましたでしょうか。ありがとうございます。そろそろお時間のようなので、ちょっと名残惜しいんですけれども、こちらの学部生による座談会コーナー終了していきたいと思います。お二人ゲストの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、世界に羽ばたけ留学体験記のコーナーに移っていきたいと思います。大学生活を思い浮かべるときにやってみたいことの一つとして、留学っていうのは必ず挙げられるんじゃないかなと思います。今回は留学経験のある大学院生をお招きして、体験談をいろいろお話ししていただこうと思います。ゲストの竹松さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。今回、もうここから大学院生の方がどんどんゲストでいらっしゃるんですけれども、ま、今回の留学とは関係ない、ま、研究生活などに関しても、ぜひぜひもうきっとお答えいただけると思うので、質問いただければと思います。やっぱり4年生になれば必ず皆さん研究しますのでね、ま、気になることあればぜひぜひコメントいただければ嬉しいです。竹松さん、ご準備よろしいですか。はい、では体験記の方よろしくお願いいたします。はい、物理システム工学専攻修士2年の竹松です。今回は、留学体験談のお話をさせていただきます。本日のアウトラインなんですけれども、留学の目的と、留学概要して行ってどうだったかというのと、最後に、高校生の皆さんの、疑問に、留学への疑問にお答えしようかなというふうに思っています。まず英語、留学の目的なんですけれども、私は英語のスピーキングに対する苦手克服のために留学に挑戦しました。もともと英語の読み書きは比較的得意だったんですけれども、海外旅行に行った際に思うように英語を話すことができず、悔しい経験をしたというのがきっかけでした。私はこの留学っていうのは、これまで学んできた英語をアウトプットして、リアルな英語を聞き取ってそれを話すことができる絶好のチャンスだと考えています。実際に現地に足を運んで英語のみの環境に身を置くことによって、日本にいるよりもより積極的に英語を使うことができるというふうに考えました。同時に留学のもう一つの魅力としては、留学先の現地の文化に触れることができるのもいいなというふうに考えていました。私はこのスライドにもあるように、大学1年生で2回留学をしました。で、今は大学2年生で、留学に行ったのは少し前なんですけれども、実際に研究活動で英語を使う際などにも、この留学の経験というのは生きているかなというふうに感じています。では次に留学概要についてご説明させていただきます。私は大学1年生の夏休みに2週間ほどタイのバンコクにあるキングモンクット工科大学というところに行きました。留学中は大学の寮に泊まっていました。留学中に行った主な内容としては、専門科目の授業の聴講と現地の日系企業への訪問です。休日には現地の学生がアユタヤなどの観光地にも連れて行ってくれたので、しっかり観光も楽しむことができました。でその後、私は大学1年生の春休みに3週間ほど、オーストラリアのシドニーにあるニューサウスウェールズ大学というところにも行きました。でオーストラリアでは私はホームステイをしました。で行った内容としては、タイの時と同様に専門科目の授業の聴講というのと、それに加えて語学学校の授業に近いような英語の授業というのも受けました。この2回の留学なんですけれども、私は農工大にある ASEAN 諸国を中心とした国際的学生交流事業 EMS プログラムっていうのが当時あったので、それを利用していきました。この EMS プログラムっていうのは、実際に私が行ったような短期のプログラムに加えて、約半年間1学期分行くことができるような長期のプログラムもあります。また奨学金制度っていうのもあるので、費用に関してはそこまで心配せずに行くことができました。
では早速実際行ってどうだったかというところに関して、私が留学に行ってみて感じたことや思ったことなどをお話ししようかなというふうに思います。1日のタイでの1日の流れというのはまずこのようになっていまして、ほとんど講義を大学に行って講義を受けて、で帰ってきてご飯を食べて寝るというような生活だったので、ほとんど日本での生活と変わらなかったかなというような印象です。で朝起きて講義に行って、まずは私が専門科目の物理の授業を受けました。で留学前は専門科目の授業を英語で受けるということで、やはり不安はあったんですけれども、物理の公式などは世界共通のものなので、タイでも日本でも英語、それが英語で授業が行われていても十分に理解することができたので、まあ、その心配することなくついていくことができたかなというふうに思います。学校の合間には昼食を食べたり、学校の後に夕食を食べたりするのは基本的に現地の学生と一緒に食べたりしました。で学食を食べたり、あとは街中にある屋台やレストランなどにも連れて行ってもらいました。このように現地の学生と関わる機会というのは主に授業以外の部分で関わることが多かったなというようなイメージがあります。でそもそもタイと聞くと英語のイメージがあまりないかもしれないんですけれども、実はタイの学生というのは私たちよりも授業、普段の授業ってすごく英語に触れる機会が多いそうで、高い英語力と高いスピーキング力というのを持っていました。また積極性にもすごく富んでいたので、同じ大学生として自分の力不足を痛感した機会でもありました。一方でタイの学生とはお互い母国語が英語ではないので、逆にそれが私の中での英語を話すということへのハードルを下げてくれたような気がしています。文法の間違いや発音の間違いなど細かい間違いを気にすることなく話すことができて、結果的には私が留学の目的としていたスピーキングに対する苦手意識の克服っていうのが達成できたかなというふうに考えています。また余談なんですけれども、私が想像していたよりもタイの街中というのはすごく栄えていて、特に私が宿泊していた寮は写真にもあるようにホテルのようにすごく綺麗でした。次にオーストラリアでの経験をお話ししようかなというふうに思います。オーストラリアでも基本的に1日の流れはタイでの生活や日本での生活とほとんど変わらなかったんですけれども、オーストラリアではホームステイをしていたので、朝大学に行くときには約1時間ほどかけてバスで通学をしていました。で大学に着いてからは主に専門科目の授業を受ける日と英語の授業を受ける日がありました。で専門科目の授業を受ける日は、タイでの授業と同様に、まあ、私は物理が専門なので物理の授業を受けて、でまあ、やはり公式などが使われているので十分に理解することはできたかなと思っています。で英語の授業の方は主に英語でのプレゼン方法などについてネイティブの先生から、教えてもらう機会がありました。でこの経験っていうのは実際に今研究室で、生活をしていく中で、まあ、プレゼンをする機会などでも生きているのかなというふうに思っています。現地の学生との交流というのは基本的に大学にいる間に交流する機会が多かったです。でタイの時と比べてやはり学生がネイティブなので英語での会話に不安があったんですけれども、現地の学生はすごく日本文化などにも興味を持ってくれて積極的に話しかけてくれるので非常に交流しやすかったです。でそのやはりネイティブということでよりリアルな英語に触れることができたかなというふうにも思います。帰って大学から帰ってきて夕食の時間っていうのがそのホストファミリーとの交流をする主な時間でした。でこの夕食時に1日の出来事や大学での出来事っていうのをホストファミリーと共有しました。留学前は私はホームステイが初めてだったのでホストファミリーとうまくやっていけるかなどの不安はあったんですけれども、すごく親切な方々で私のことを常に気にかけてくれていて安心して生活することができました。また、
会話の中で英語のアドバイスなどもしてくれたので、自分の英語力を磨くこともできたかなというふうに思います。最後に、実際行ってどうだったかっていうので、この2回の留学を通して私が感じたことなんですけれども、一番最初に話したように、私は留学はリアルな英語を聞き取ることができて、それを話すことができる絶好のチャンスだと考えています。ただ、英会話の力を向上させるためには、そもそもその英語力っていうのよりも、積極的に行動する積極性っていうのが重要だなっていうふうに感じました。この積極的にそういったチャンスをつかみ取りに行くことによって、おのずと力もついてくるのかなというふうに感じました。なので、ぜひ、高校生の皆さんにも、こういったチャンスを積極的に、に挑戦していただけたらいいなというふうに思います。はい。そしたら、高校生の皆さんからの、ご質問にお答えしようと思います。はい。竹松さん、ありがとうございました。2つも1年生のうちに行ってらっしゃるということで、なかなかハードスケジュールだったんじゃないですか？そうですね。私はどちらも長期休暇中に行ったので、うん、特に授業に支障が出るということもなく、うん、夏休み中の旅行ではないんですけど、うん、旅行のような形で行けたかなと思います。あ、はい、ありがとうございます。そうしましたら、早速コメント来ているようですね。ちょっとじゃあ先にこちらご質問させていただきますね。留学先はどれくらい候補がありますかという質問来ております。ありがとうございます。浜さん、いかがでしょうか？そうですね。タイに行った時には2カ国あって、タイかマレーシアか選べるっていうことだったんですけれども、まあ、なんか期間と、あとは量の綺麗さとか写真を見ながらで、まあ自分のいいなって思うタイを選びました。あ、はい。ちなみに虫とかって結構いました？虫は結構いましたね。あ、いました。はい、すごいいました。あ、やっぱり夏だと大変なことに。そうですね。なるほど、ありがとうございます。皆さんもぜひぜひ、もっとコメントを気軽にいただければと思います。ありがとうございました。では、ちょっと私の方から少し質問させていただきたいと思います。やっぱりちょっと心配になってくるのが、体調面ですね。なんか結構聞く話だと、旅行中とかに病気になって病院に運ばれると大変なお金がかかってしまうみたいなお話をよく聞くんですけれども、竹松さん、健康面大丈夫でしたか？私は実はタイに行った時に高熱を出しまして、はい、ただそのプログラムの担当の先生と連絡を取り合ったり、うん、あとは、同じ EMS プログラムで長期留学をしていた農工大の先輩や、あとは現地の学生などがしっかりサポートしてくれて、うん、大きな病院に連れて行ってもらうことができました、はい、お金とか大丈夫でしたか？そうですね。で、そのお金に関しては保険に入っているので、費用はかからず、はい、安心して、健康面に関しても安心していくことができると思います。これさえあれば全然大丈夫ですね。ありがとうございます。はい、では、もう少し質問させていただきますね、はい。お金の面があったかと思うんですけれども、ティマさん、どのようになんか工面されたでしょうか？留学自体にかかった費用としては、うん、奨学金の制度があって、それを利用したので、まあ、タイはすごく安くて2万円ほどで行くことができました。うん、で、オーストラリアはまあ場所もあって、奨学金が出て20万円ぐらいだったかなっていうようなイメージがあります。うん、あ、結構もうじゃあ生活費込みでそれぐらいで済んじゃうっていう。そうですね。タイでは生活費、うん、そして、まあ、2週間だったので、うん、まあ、少し多めに持って行ったんですけど、うん、実際には生活費としても2万円もかからず行くことだったかなという。そうなんですね。はい、2週です。ちなみに物価って多分日本と少し変わってくる部分はあるかと思うんですけど、タイとオーストラリアどうでした？そうですね。タイは結構安いので、うん、食事なども日本では考えられないような値段で、うん、ご飯食べることができるので、すごい学生には優しいなと思ったんですけど、うん、まあ、オーストラリアはそれと比べて、やはり日本よりも物価が少し高いので、そういった意味では食費はまあかかったかなとは思うんですけど、私はホームステイだったのであまり食費に関しては気にすることなく、はい、じゃあ現地の方が作ってくださったのも一緒に食べるみたいな感じですね。なるほど、ありがとうございます。発表の中でですね、英語力っていうことをかなり強調してお話しいただいたと思うんですけれども、結構もともと英語って得意でした？読み書きは得意だった、比較的得意だったんですけど、う
喋るのはやはりそういう機会が少なかったっていうのもあって、うん、実際その喋らなきゃいけない場面になった時に自分が作文とかで英語を書くよりも一切頭にこう英語が出てこなくって、うん、そういったところでは、まあ、悔しい思いをしたと思います。じゃあこの留学経験を経て今でも、まあ、研究室に配属されてもう研究活動をやられていると思うんですけど生きてますかね。そうですね、やっぱり英語で論文を読んだり、うん、それを研究室内で紹介したりといった機会の時に、まあ、英語を使うっていうことは多くあるのでそういったところでしっかり生きてるかなと思います。うん、ありがとうございます。あと質問が来ているようなので少しこちらで読み上げたいと思います。数週間行かれたということですがどれぐらい身につくと感覚的に思いますかと質問ありました。ありがとうございます。まずはいかがですか。そうですね、英語力が向上したかって言われると、まあ、ちょっと自分でもわからないなっていう部分ではあるんですけど、うん、英語力の向上よりもこの数週間で自分の中で身についたのはやはり最後少しお話しさせていただいたように積極性っていうところ、うん、こう自分で積極的に話しかけに行ったりだとかそういうことそういう機会を踏むことによってこう、まあ、英語力というかこう頭の中に英語が浮かびやすくなるとかそういうような、はい、印象があります。ありがとうございます。名残惜しいですがそろそろお時間のようなので以上留学体験のコーナー終了させていただきます。竹本さんありがとうございました。では続いて3つ目のコーナーに移りたいと思います。皆さん大学に入って4年生になるとですね研究室に配属されます。そこの研究室でいろいろ研究をして成果が出てくると学会というところで発表をする場合がございます。今回、未来を開け国際デビューのコーナーでは学会の中でも国際学会に出演したことのある大学院生2名をお招きしていろいろ経験をお話しいただこうと思います。ゲストのお二人どうぞお入りください。見ていただいて実は奥に座ってらっしゃる徳田さんは午前中もお話しいただいたんですが、あ、そうです、はい、午後のコーナーでは佐賀さんとの発表つながりをいろいろ、まあ、見せていただければと思います。はい、ちょっと準備の方よろしくお願いいたします。はい、佐賀会というとやっぱり先ほど竹松さんの話もありましたが英語力というところが肝だと思うのでそういう目線でも皆さんも見ていただければと思います。お二人準備いかがでしょうか。大丈夫です。では発表の方よろしくお願いいたします。はい、国際会議発表体験談についてお話しさせていただきます。最初に簡単に国際会議って何なのかって説明すると日頃の研究の成果を、大学だったり研究室以外の外の研究者の方にもに発表する会になっています。でこの国際会議っていうのは大きく分けて2つの発表形式があって、1つ目がこういったスライドを作って10分間だったり15分間のプレゼンテーションを行う口頭発表の形式と1枚のポスターを作ってそれを壁に掲示して、来てくれた方とディスカッションするというようなポスター形式の発表の方法があります。で、私たちは今回ポスター発表についての体験談について焦点を当ててお話しさせていただきます。で、口頭発表の方に関しては昨日のオープンキャンパスの、B 課の YouTube ライブでお話ししてくださっているので、アーカイブ動画が残っているようなのでそちらもチェックしていただければ嬉しいです。じゃあ発表を始めていきます。まず自己紹介から始めます。私の名前は西賀マリンで、所属研究室は三沢研究室です。で学年が修士2年生で出身高校は連立オフ学園の高等部です。で研究内容は超短パルスレーザーを用いた細菌を不活化する技術の開発を目指して研究を行っています。で、発表経験のある学会は、ヨーロピアンカンファレンスオンバイオメディカルオプティクスという学会で、今年の6月にオンラインで開催された学会に参加しました。でこの右側の写真がその時の発表で、スチューデントポスターアワードといって、学生の中からポスターの優秀なポスターを作った方に贈られる賞をいただいた時の賞状の写真です。続きまして、私の名前は徳田慎之介と申します。所属の研究室は山本研究室で、学部には物理システム工学科から、入っていって、
修士課程で物理システム工学専攻に進学し、その後電子情報工学専攻に進学して現在博士課程の3年生です。出身高校は東京の成立学園高校というところです。で、研究に関しては超電導を使ってコンパクトでかつ強力な磁石を作るという研究をしています。で、今回は、こちらの学会、2019年に開催されたヨーロピアンカンファレンスオンアプライドスーパーコンダクティビティという学会について私が経験した内容などを紹介したいと思います。はい、まずはじめに最初に少しだけ話してくれましたけれども、改めて国際学会ってそもそも何をするところなのか、そういうことについて彩香さん少しだけ説明していただいてもよろしいでしょうか。先ほど簡単にも紹介したんですが、国際会議っていうのはさまざまな国の人が集まって研究の成果を発表したり議論したりするところです。で、この国際会議っていうのは私たちのような学生だけではなくて大学の先生だったり企業の研究者の方々も参加します。で、開催場所はアメリカ、ヨーロッパ、アジアなどさまざまで、日本で開催されることもよくあります。で、じゃあどういうふうにしたら国際会議を発表することになるのか、発表当日までの流れについて簡単にまとめてみたのでご紹介します。で、まずはじめに発表をするにあたって研究概要を提出する必要があります。で、これは発表当日の3ヶ月から6ヶ月前に A4 用紙で英語での文章を提出します。で、この提出した文章を、学会を、開催している側の方々に評価していただいて、その後発表国際会議に参加できるかどうかの通知が来ます。で、ここでポスター発表になるか口頭発表になるかという連絡も来ます。で、その後参加が決まったところで学会費の支払いを行います。で、これで登録が完了することになります。で、その後ポスターだったりスライドだったり発表原稿を作ったりする準備を行って発表本番を迎えるという流れになっています。まず私の方から、オンサイトでポスター発表した時のことについて、お話ししたいと思います。まずその事前準備に関してなんですけども、私が、参加した学会は9月に本番がありました。で、その大体半年前ぐらいにアブストラクトの作成とその提出を行いました。と、アブストラクトというのは研究概要のことで、これはだいたい私の場合は A4 で1枚で英語で書いて提出をしました。で、本番の1ヶ月前ぐらいになってポスターの作成とその発表の練習をしています。ポスターに関しては A0 1枚で英語で作ったものを用意して、で、ポスター発表はいろんな発表の仕方あるんですけども、大体の場合は3分から5分ぐらいで最初に簡単に内容をざっと説明して、そこから質疑応答を始めるといったようなことが多いので、5分ぐらいで内容を説明できる原稿を作って発表の練習をしました。他にもどういう質問が来るかとか、それに対してどう答えるかというのを英文で考えてその練習もしていました。発表本番の様子はこのようになっていて、A0 のポスターを貼り出して2時間ぐらいこのポスターの前に立って発表を見に来てくれた人に対して説明して質疑をするというような、そういう形で発表していました。この形式に関しては他にもいろいろなやり方あって、例えば私が経験した中だと、そのこのポスターを見に来てくれた人がポスターをまずじっくり読んで、で、疑問に思ったところをその都度英語で質問してきてそれに返すとか、そういったやり方とかがあります。他にもただ待っているだけじゃなくて、近く通った人とかに自分から私の研究聞いていきませんかみたいに、そういうふうに誘って、自分の研究を紹介するというような、そういうこととかもあります。で、学会によるとは思うんですけども、大体の場合はコーヒーとかが出ていて、私が参加した学会だとお菓子とか、果物とかも出て、リンゴを丸かじりしながら発表を聞くとか、そういう人も結構いました。で、時間によってはお酒が出ることもあって、そうなるとよりリラックスして、フランクな雰囲気でコミュニケーションが取れるので、そこは面白いところかなと思います。で、他にオンサイトで、特徴的なこととしては、懇親会というものがあって、お酒や食事を取りながら海外の研究者の人たちとコミュニケーションを取る機会があります。で、私が参加した学会では、科学博物館とか、このエイリアンとかハルクが展示されているような美術館みたいなところで懇親会が行われるということもありました。
で、これは私の経験ですけども、この機会で、発表を聞いていて興味を持った研究者の人と話して、それがきっかけで後々アメリカの研究所に行ってそこで滞在して研究をするという、そういう経験も、しました。で、続いて、現地に行く、大きなメリットとして挙げられるのがやっぱり食事だと思います。で、海外に行ってその現地のいろんなハンバーガーとかフィッシュ&チップスとか、あとはあえて海外で和食を取ったりみたいな、そういった経験もできますし、海外で日本にはないチップ文化とかに触れたりとか、そういうこともできます。他には、学会中の隙間時間とかにフラッと観光に行ったりすることもできました。で、歴史的な建築物を見に行ったりとか、あとは駅を見に行ったりとか、私の場合は学生の頃アメフト部に所属していたので、アメフトのスタジアム見に行ったりとか、そういうふうに観光とかをしていました。じゃあ続いてオンラインの方についてお願いします。オンラインポスターの発表の経験についてお話しします。まず発表の事前準備なんですが、先ほど徳田さんがお話ししてくれた流れとほとんど変わらないかなと思います。私もまず学会に出る前に研究概要をまとめたアブストラクトの作成と提出を行いました。で、私の場合は A4 3枚書かなくてはいけなかったので少し大変だったんですが、 A4 3枚の英語の文章を書きました。で、これは初めてまともな文章を英語で書くということだったので、何度も研究室の先生にチェックしていただいて 3,4 回書き直してかなり時間をかけて作りました。で、その後アブストラクトを提出から、ポスター発表当日まで結構時間があったので追加実験をして、その追加実験で得られた結果を踏まえて発表の1ヶ月前ぐらいにポスターを作成してしました。で、私も、オンラインではあったんですが、この3分間のショートプレゼンテーションが必要だったので、オンラインでの提出はポスター A0 1枚を PDF ファイルにして提出するというものと、3分間のプレゼンテーションをスライドと原稿を作って動画にして提出するという方法で、提出物を作成しました。で、その後研究室で発表練習したり、当日来るであろう質問を想定して英語で答えられるように英作文をしていました。で、ポスターの当日の1週間前程度にその、ポスターとプレゼンテーションの動画を提出して、当日はリアルタイムのディスカッションのみに参加するという形でした。で、私はオンラインで参加したので、現地時間で12時半から2時の時間でリアルタイムディスカッションの時間が設けられていたんですが、時差があったので私が参加した学会はドイツで行われていたので8時間の時差があって、日本時間では7時半から9時の間に質問が来るのを待っているという形でした。で、実際の様子なんですが、私が参加した学会ではポスター専用のウェブページが開設されていて、で、このスクリーンショットがこのポスターの特設ページです。で、一番上のバーのところでキーワードだったり日付だったりカテゴリーを選択して興味のあるポスターが検索できるようになっています。で、あとはこの下の4つ並んでいるところのもっと下にもスクロールすると同じようにポスターが並んでいて一覧表示されている形でした。で、この4つのうちの右から左ん3枚目のモザイクかけてないものが私のページなんですが、私のページに飛ぶとこの3分間の録画したプレゼンテーションは見れるようになっていて、右側のポスターも PDF で表示されていて、さらにチャット欄があって、このチャット欄に自由に質問が書き込めるという形になっていました。で、私はこの発表で先ほども賞をもらったと言ったんですけれども、実は賞金がもらえますっていうのも一つやる気の出るモチベーションになるかなと思います。で、私たちが話してそれぞれポスター発表のオンラインとオンサイトでのメリットデメリットを話を挙げてみたのでちょっと紹介します。私が現地で発表して、私はウェブの方でも発表したことあるんですけども、それで思った現地のメリットとしては、顔を合わせながらじっくりと議論できて、ゆっくりと
お話ができるので、あの自分の伝えたいことを最後までちゃんと伝えたりとか、あの英語を使ってコミュニケーションを取ることができるというのが、まず一つメリットがあると思います。で、他にもあの海外の研究者と、まあ、バンケットなどいろいろ発表とかで出会いがあって、あのまた別の学会で会った時とかに、あこの前会った私誰々ですみたいな感じで話が広がるとか、そういうこともありました。で、他には食事とか観光ができるとか、そういうところがありますね。一方でデメリットかなって感じたのは、あのポスター発表の場合だと大体2時間ぐらい張り出している間にその議論をしないといけないので、その時にちょうどあの他の興味ある発表とかと被ってしまったりすると、あのその発表内容は聞けないとか、そういったことがデメリットかなというふうに感じます。で、他には、まあ、これちょっとデメリットと挙げして言っていいのかちょっとあれですけども、あの英語でやり取りするのが結構大変なので、いろいろメンタルの部分も鍛えていかないといけないという感じです。私が感じた、私はオンラインでの発表研究しかないんですが、徳田さんのお話を聞いてメリットデメリットを挙げるとすると、オンラインの発表では先ほどお見せしたウェブページというのが学会期間中ずっとアクセスすることができるので、ポスターを貼り出している時間だけでなく学会期間中いつでも見返せたり、いつでも先ほど見せたチャット欄に質問を送ることができるので、その場にその著者の方がいなくてもずっと連絡を取り合えるというのはメリットかなと思います。で、また、チャットで質問が来るので会話よりも時間をかけてゆっくりと返答を考えられるというのも一つのメリットかなと思います。で、デメリットを挙げるとすると、対面のポスター発表に比べるとコミュニケーションが取りづらいというのがあって、やはり顔と顔を合わせて会話をするわけではないので、そのウェブページ上に私誰がアクセスしているのか、何にアクセスしているのかということが全く分からず、これは自分のところに見に来てくれているのかなというのが分からなかったり、あとはチャットでの会話となるとやはり1対1の会話になってしまったり、こう活気のなさを少し感じてしまいました。で、またあと時差の問題は先ほども言ったんですが、私はドイツの学会だったので8時間ほどの時差で済んだんですけれども、アメリカだったりもっと時差が16時間とかある学会だと早朝の発表になってしまったり夜中の発表になってしまったりっていうのはオンラインのデメリットかなと思います。はい、こんな感じで私たちは発表の体験談を考えてます。終わりにします。お二人とも発表ありがとうございました。そして受賞おめでとうございます。ありがとうございます。はい。あ、来ていただいて、では、学会発表の経験について視聴者の皆様からのご質問を集めたいと思います。ぜひぜひお気軽に、コメントいただければと思います。ちょっと私の方から少し質問してもよろしいですか。はい。なんかいろいろ学会の種類があったと思うんですけど、ドイツって先ほど佐賀さんおっしゃってましたね。徳田さんはどちらの、スコットランド。スコットランド。国とかってなんか選べるんですか。学会ってどういうふうになんか決まって、なんかどういう国に行くのかなっていうのが少し流れが知りたいなと思いまして。まあ、私の場合はそのこの国で開催されるからその学会に参加するというようなそういう選び方は特にはしてないです。先生の方から聞いて、結構権威のある学会とかがあるので、まあ、そこで参加してみないかっていうのを受けて参加していくので、国はすでに決まっていて、なんか選ぶものではなかったです。ただまあその参加国自体は毎年結構いろんなところが変わったりするので、いろんな場所に行けたりすることあると思います。佐賀さんいかがでしょうか。私は留学とかの経験がなかったので、できれば英語圏の国で開催される、まあ、英語圏というかそのヨーロッパだったりアメリカで開催されるような学会に行って現地に行きたいという気持ちが強かったので、今回ドイツということまで選んだんですが、残念ながらコロナの影響でオンラインになってしまって。あ、でもドイツで開催もしされたとしても基本的に言語は英語でされる、英語だと思います。そうなんですね。ありがとうございます。コメントが来ているようですので、こちらの質問を読み上げたいと思います。学会はやはり厳かな雰囲気で行われるのでしょうかということで、こちらおそらくオサイトの経験がある徳田さんからご意見いただければと思うんですけれども。そうですね。まあ、口頭発表に関しては多少
静かな中でやるかもしれないですけど、ポスターの方に関しては、先ほど写真で見せたように、コーヒーとか飲んだり、お菓子食べたりとか、場合によってはお酒を飲んだりしながらとかもあるので、結構フランクな雰囲気でやります。大河さん、オンラインでの発表ということでしたが、結構もうなんか実質でシーンとしてる空間で発表して、そうですね、私はポスターだったのでチャットが来るのをずっと待っているっていう状態だったんですけど、研究室の居室で助教の先生だったり先輩の学生さん周りについていてもらって頑張ってやってます。自宅で一人ではなかったです。ありがとうございます。もし何かご質問あれば、この後コーナー過ぎてもご質問いただいて、きちんとお答えしますので、あ、コメントもう一つあります。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、飛ばしてしまいましたね。英語でやり取りする能力を上げるために TOEIC などの資格の勉強や英会話教室など利用しましたかというご質問来ているんですけれども、ありがとうございます。いかがでしょうか。私の同期は最初の国際学会出るときは英会話教室通い始めたって言ってましたね。私は特にそういうことはしてませんでした。そうです、私も特に英会話教室だったり TOEIC の勉強はしなかったんですけど、やはりちょっと英会話はその参加してみて他の、口頭発表とかも見てみたんですが、質問が全く聞き取れなかったので、ちょっと逆に英語を勉強し始めるモチベーションが今上がってきてます。ね、もし少しは勉強した方がもしかしたらいいのかもしれないです。ありがとうございます。また質問ありがとうございます。研究の発表会に参加する際、質疑応答を事前に準備するとのことでしたが、どのようなことに気をつけて準備していますかという質問が来ております。徳田さん、いかがでしょうか。そうですね。どのようなことか、まあ、内容に関しては自分が聞き手側になった時にどういうことが気になるかなっていうところまで考えて、まあ、できるんだったら盛り込めるんだったらポスターの方に盛り込んでいくっていうのを考えてます。他には、考えることとしてはちゃんとどういう英語で来るかっていうのを考えて、それを準備しておけば単語聞き取れてちょっと余裕を持って質疑に対応できるので、そういうところに気をつけています。ありがとうございます。西賀さん、いかがでしょうか。やっぱり英語だと言いたいことの半分も伝わらないと思うので、ある程度ここだけは伝えたいというポイントを重視して考えていました。主張したいポイントと、あとは発表とずっと喋ってる内容で矛盾がないかどうかだったり、結構頭を使って作成してました。ありがとうございます。準備にもいろいろ時間がかかりそうで大変ですが、なんかいろいろ得たものもあるというお話でした。はい、もしまた質問あれば随時受け付けておりますので、はい、お気軽に投稿いただければと思います。お時間が迫っておりますので、このコーナー終了していきたいと思います。ゲストのお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。では最後のコーナーに移りたいと思います。最後はすごいぜ B 科の先生のコーナーです。実際に B 科で指導をしている先生が模擬授業を行ってくれるこのコーナー、本日は工学部長でもある三沢和彦先生をお招きして授業を体験していただこうと思います。三沢先生、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今、はい、じゃあ共有を、はい、お願いします。三沢先生はですね、はいはい、光を使った検出法であるラマン分光法の大家でして、本日はもちろん研究の話もしていただくんですが、技術革新というテーマでもお話ししていただけるということなので、皆様楽しみにしていきましょう。三沢先生、準備の方はいかがでしょうか。大丈夫そうですね。ではよろしくお願いいたします。共有されていますかね。はい、オープンキャンパス主張の皆さん、こんにちは。今紹介されました三沢と言います。それで、自己紹介を最初にしたいと思うんですけども、ちょっと自己紹介がてら、私たちのグループ研究グループのプロモーションビデオがありますんで、それが流れたらと思います。
究室が開発した位相制御コヒーレントラマン。高まり続ける健康・医療サービスへのニーズ、刻々と変化していく地球環境、グローバル化がもたらす地球規模での感染症拡大、人類が抱えるさまざまな問題、その解決の糸口の一つが東京農工大学三沢研究室が開発した位相制御コヒーレントラマン顕微鏡。対象を非破壊、非接触、無標識で観測できるコヒーレントラマン顕微鏡の汎用性を大幅に高めた革命的な技術である。この技術を核とする7つのキーテクノロジーを横断的に連携していくことで全く新しい知見を生み出す。そのための組織が命をつなぐ技術コンソーシアムである。私たちが手にしたこの新たな目がこの地球上のあらゆる命をつないでいく。高まり続ける健康。それで、私は割と高校生の皆さんにこういう模擬講義をやる機会が多いんですけれども、今日のお話を始めるにあたって一つ皆さんに質問ですね、簡単なクイズを出したいと思います。でイノベーションという言葉を知っていますかということなんですが、これは割と高校生の皆さんテレビとかで言葉だけは聞いたことがあるということを聞くことがあります。聞いたことないよという皆さんもですね、今日の講義で覚えておいてもらえればいいかなと思います。それで一つの例としまして、この18世紀後半にイギリスで起こった産業革命の例、この産業革命というのも聞いたことないという人もいるかもしれませんけれども、歴史的にこういうことから起こりました。まず1765年にワッタという人がですね、蒸気機関を、発明というか改良実用化しました。それから次に1814年にスティーブンソンという人が今度はそのワットの蒸気機関を使って、蒸気機関車を実用化しました。で、その後ですね、もう間もなくして1825年に、ストックトンとダーリントンという2つの2カ所の土地を結ぶ鉄道が開通しました。でこの3つのこと、歴史的な事柄のうちイノベーションと呼ばれるものは どれに当たりますかというのが、クイズ の本題なんですけれども、で日経テクノロジーオンラインという記事で、こういう説明がなされていましたのでちょっと読み上げたいと思います。蒸気機関の発明はもちろん技術革新である。しかしこれはイノベーションではない。この記事の著者は言っています。それから蒸気機関を用いて蒸気機関車を完成させる。これも技術革新だ。しかし、イノベーションではない。蒸気機関車ができただけでは、経済に何の影響も与えないからである。ちょっと高校生の皆さんには難しいかもしれないので、後で説明を補います。で、蒸気機関車を用いて鉄道というシステムができたときに、ようやくイノベーションが起こったと言えるというふうに、この記事では説明されています。鉄道システムの顧客は代金を払う。汽車に乗って行きたいところに行けるから。代金が払われれば経済が動く。経済が動かないうちはイノベーションではない。これちょっと経済の言葉で表現されてますけれども、要するにですね、ある新しい技術が発明された後、それがある程度技術が熟成されて実用化されて、で人々に使ってもらって、しかもその使ってもらった結果社会が大きく動く、変わるというところ、そこまでがイノベーションというふうに呼んでいるということです。で、私たち生態医療システム工学科がですね、どういう研究あるいは若い人たちにどういうことを学んで社会に出てもらいたいかということと、この出だしの話が非常に密着に関係してますので、密接に関係しておりますので、その生態医療システムに関係する形で今の話をもう一つ例を挙げたいと思います。で、次の質問なんですけれども、歴史上最初のノーベル物理学賞は何ですかという、これも高校生の皆さんに、あるいはですね、物理学を学んだ大学生の皆さんにも、この質問にすることが多いです。
意外と知ってるようで知らないんですが、ノーベル物理学賞ってのは割とですね、毎年、10月に、日本人の誰が取りそうだとかいうことで、年に一度、皆さんの耳に届くような言葉だと思いますけれども、これ、答えを言うと、あーって思う人が、あるいはあーっていう人が多いんですね。実はこのレントゲン線の発見、1901年、ノーベルという人がですね、自分の資産を使って、科学技術の優れた人に賞を与えると言って、一番最初に物理学の分野で認められたのが、レントゲン線というものです。レントゲンというのは人の名前で、この写真出てますけれども、右側の、方です。で、一番左側がですね、歴史上最初のレントゲン写真ということで、これ、有名な写真なんですけれども、真ん中の方がですね、レントゲン博士の奥様でいらっしゃって、その方の、手を、写真の手の持ち主と書いてありますけども、手を写してみたということです。骨が写ってますし、それから、ポインターを出しましょうか。ここに指輪ですね、はめている、私の指輪はめてますけども、これが写っているということになります。で、この1901年にノーベル物理学賞を取った技術がですね、次に、およそ80年後に、ノーベル生理学医学賞を受賞しています。で、XSCT というのはですね、もう今、現代の医療技術、診断技術では、多くの病院にあって、で、最近の新型コロナウイルスの感染拡大においても、肺炎を診断するのに使われている技術になります。でこの XSCT というのは、現代で最も普及した医療診断技術の一つになっているということです。最初の原理が認められてから80年ぐらい経って、世の中に普及しているということがわかります。で、もう一つ、これも多くの方がですね、聞いたことがある。名前だけは聞いたことがあるという MRI という画像診断技術があります。これは核磁気共鳴画像法というものの頭文字になってますけれども、この医療診断技術も、生理学、ノーベル生理学医学賞を2003年にもらってます。で、これ遡りますと、この60年前に NMR、核磁気共鳴という基本原理でノーベル物理学賞が与えられた。ということで、ここもですね、最初の歴史的な発明から、発明発見から実用化技術まで60年経ったということです。で、MRI というのはですね、一つ前に出した CT スキャンよりも、はるかに詳細な、まあ、柔らかい組織ですね。CT スキャンというのは割と骨とか硬いものを見やすいんですけれども、MRI は柔らかいもので、脳とか骨格、生殖器など、内臓器官などの画像が得られるということで、この左側の写真は、これも、脳の写真なんですけれども、一つ前の脳の写真が割とのっぺらした感じに写ってるんですけれども、非常に精細に細部が改造できるということになっています。で、このように、最近の現代の医療診断技術というのは、これまで見えなかったものを見るようにする技術というものがまず発明されて、それが実用化されていくという傾向があります。で、物理学の基礎研究というのが、このようにですね、現代の医療診断技術に生かされているということが見て取れるかと思います。で、私たちのグループでも、今度はレーザーというですね、新しいとか特殊な光を用いて、そのレーザー物理学という研究を基盤として、医療診断用の生体分子レーザー顕微鏡というものを実用化しようということで、日々研究活動に取り組んでいるということになります。で、そのレーザー、生体分子レーザー顕微鏡というものを使いますと、生きた体の中で、これまで見えなかったような、生理活性分子というのは、生命活動に直接関係のある小さな分子という物質ですけれども、それを世界で初めて観察しようということに挑戦しているということになります。で、今日のオープンキャンパス、あるいは昨日のオープンキャンパスでもですね、今の学部の学生さんが、
この仙台医療システム工学の特徴というのが、いろいろな分野のいろいろな事柄を学べると、多様性あるいは将来性ということを伝えてくれました。で、生態用システム工学科ではですね、このレーザーそのものが何かというような話も出てきますし、そのレーザーを使って、生きている体の中のどんな活動が見えるかということも学ぶことができるという、そういう非常に特徴的な学科になっています。で、今日はですね、レーザーとは何かということは、詳細は言いません、述べませんけれども、ちょうど先ほど、学部の学生さんが、未来君だったかな。量子力学が面白かったと言ってくれました。量子力学という本当に物理学のですね、基本原理、基礎原理に基づいた発明がレーザーです。それから皆さん聞いたこと、名前は聞いたことあると思いますけれども、その量子力学の中でアインシュタインという人がですね、このレーザーの原理の理論的なきっかけになっています。で、特殊な光が出るんですけれども、レーザーの光の主な特徴というのが、いくつかあるんですけども、どこまでもまっすぐ進むとか、非常に小さいところに集められるとかということですが、顕微鏡というものは、体の中の小さい部分をですね、拡大してみますので、どれだけ小さいものが区別できるかというのが非常にポイントになっています。で、これはですね、レーザーの光というのはどこまで小さく集められるかというのの特徴なんですけども、皆さん、映画を、見るのに、ブルーレイのディスクを使ったことがあるかと思います。これ直径が12センチ、120ミリになっています。で、ブルーレイの中にはですね、01の符号、デジタルのビットといいますけれども、それが25ギガバイトということで、全部だと 25×10 の12345678910乗の、で、×8 ということで、これを、平方根取りますと45が1番なんですけども、で、この12センチ120ミリ直径のディスクの中に01の1つの情報がどれだけの大きさで書き込まれているかというと、120ミリに対して 0.000267 ですね。これか。で、216メートルっていう中途半端な数なんですが、ちょうど 0.48 ミリというそういう比率になっています。で、216メートルって何かっていうと、東京ドーム、これ、インターネットで検索すると、東京ドームがですね、216メートル四方って書いてあるんですが、したがってですね、皆さんは、東京ドームのグラウンドの上に立ってるというふうにイメージしてもらって、で、その、自分の足元を見てですね、1ミリの半分の領域を拡大してみてる。いいですか？広い東京ドームの中で、1ミリの半分を、見分けることができるという技術を持っているというふうに考えてもらっていいかと思います。それを東京ドームを人の体の大きさにしたらですね、どのぐらいの小さいものを見ているかというのがイメージできるかなと思います。で、これはちょっとですね、本当に専門的なものなので何も言いません。で、このいろいろな生体画像診断技術の中で、最初に言いました CT とか MRI とか、それから、先ほどの学部の、懇談会のところでもエコーという言葉が確か超音波という言葉が出てるんですけれども、いろいろな画像診断技術がある中で、光を使うというのは一番その空間的に小さいものを分解してみるということが特徴的だということと、それから、あとは、非常に小さいものをさらに高速にリアルタイムに観察することができるという特徴があるというところになります。それから、生きた細胞、組織の中に存在する、いろいろな様々な生命活動に関係する物質を、そのありのままですね、生きたまま、それが何であるかということを区別しながら観察することができるという特徴も持っているということになります。さて、それで、したがってですね、このような物理学の基本原理にのっとった最新の技術を、何年、何十年かけて、いかにして、その人々のお茶の間に届けて、皆さんの生活の役に立てるか、というところが、ポイントになってくるわけですが、今日のところはですね、今日も、いろいろな、コーナーで、生態用システム工学科の学生さんがどんな活動をしてますということを話してくれたんですけども、私の研究グループに、関係している、
学生さんが学生時代に直接やっている研究というのを簡単に紹介して、みたいと思います。したがって皆さんですね、今高校生ですけども、来年あるいは再来年大学に入りまして、で、1年生のうちから研究室見学をする機会もありそうだということも今日のオープンキャンパスで感じたと思いますし、4年経ちますと、卒業研究になりまして、もういきなりですね、この次のスライドで出てくるような研究が自分自身でできるということになります。まず、日焼け止め成分のアレルギー反応ということに関してなんですけれども、これ右側はですね、皮膚の薄皮の部分の表面の、断面、断層ですね、スパッと縦に切って、その側面を見た図になります。上が表面、体表で、下に行くほど体の奥になります。で、聞いたことあると思いますが、角質層、角質ということは聞いたことありますね。で、その下に、まあ、下流層、有極層、基底層というふうに、いろいろな部分、層に分かれています。で、表面に例えば日焼け止めを塗るとすると、この一番上に薬剤が乗っかるわけですね。で、そこからだんだん皮膚の中に染み込んでいくということになります。で、ポイントは、先ほどの学部学生の話にもありましたけれども、免疫反応というのを体が持ってまして、体の中に異物が入ってくると、それを排除しようとして、激しい反応が起こる。で、まあ、実際には、腫れるとか、まあ、内出血するとか、熱を持つとか、あるいはかぶれるとか、まあ、そんなようなことです。で、まあ、あるも薬品を体、皮膚に塗ったときに赤く腫れてかぶれちゃったというような経験がある人は、その薬剤がですね、この角質層から下流層、有極層というこの部分まで染み込んでいってしまうということになります。で、したがってですね、皮膚の上に塗るものに関しては、まあ、薬品、あるいは化粧品等で、この皮膚のどこまで進んで染み込んでいくかということが非常に問題になるわけですね。で、特に日焼け止めでアレルギーを起こしたという方は、その日焼け止め成分の紫外線吸収剤というものが奥の方まで行ってしまった可能性があるということになります。で、この写真はですね、今この直前の皮膚の上から見た図、上からというかもう断面を見た図をそのまま観察したものです。で、この緑色は実際に緑色はしてませんけれども、その紫外線吸収剤という日焼け止め成分を、その生体分子レーザー顕微鏡で画像化したものです。で、塗布してから上に塗ってから270分経つと、このここが表面なんですけれども、表面から少し下まで染み込んでいると。いうことで、これ横軸が奥行きで、縦軸がその薬品の濃度なんですけども、だんだんその濃度の高いところが奥の方に進んでいっているというのが直接ありのまま観察できたということになります。それからじゃあ2番目ですけども、まあいろいろな事例を紹介したので、あんまり深く考えずにこんなこともできるんだっていうような話で聞き飛ばしてもらって構わないんですが、今度はですね、今非常に話題になっていますウイルス感染の問題、これも私たちの研究グループで、修士、大学院の学生さんが研究してました。で、ウイルス、細胞、私たちの体ですね、ウイルスに侵されますと、そのウイルスが、これ細胞という体の基本、生物の基本体ですけれども、その中に入り込んで、そのウイルスの持っている遺伝情報を、その細胞の中に吐き出して、その遺伝情報に従って、ウイルスの体を複製するということで、ウイルスはですね、人の体、まあ、動物の細胞を借りて自分自身の、体を複製増殖させていくというそういう仕組みになっています。で、このウイルスがその細胞体の中に入ってからどのくらい早くその、感染したということを、診断検知するかということが重要になっています。で、今ですね、かなり症状というか感染してからウイルスの増殖が進んで、で、ウイルスの量が多くならないと感染が確認できないということで、大体感染後、まあ、早くても72時間、3日間ぐらいということで、まあ、1週間ぐらい経ってからようやく判別するということもあります。で、そうなるとですね、実はそのもう3日とか1週間ですと、高熱が出たりですね、もうほとんど自覚症状があって、そうだともう
次に、症状が出た時点で、他に感染、自分が感染させてしまうという、そういう、リスクもあるわけですね。で、したがってこの感染初期、なるべく早い時期にウイルス感染したというその細胞の変化を、検知するということが、非常に求められているわけです。で、これは模擬的な実験なんですが、豚さんの細胞ですね、それからパルボウイルスというものを使いまして、人体には害のない状態で実験しています。で、この感染させてから用意どんで、ストップウォッチで時間を計りながら、私たちの生体レーザー、生体分子レーザー顕微鏡で、一つ一つの細胞を観察していくということになります。で、下の図はですね、ちょっと画像にはなってないんですけれども、その観察している部分に、炭水化物類とか、タンパク質とか、人の遺伝情報を持っている DNA とかっていうものが、どのぐらい含まれているかというのも成分分析になっています。で、感染してから6時間後ですね、その、細胞の中の成分の様子が、変化が見えてきたというのが真ん中です。で、72時間経つと、もう完全にこれはですね、死亡してしまっているという状態であるという、ウイルスに侵されて、正常な細胞が死滅しているという状態まで判別できたということで、今最短記録として6時間、感染ウイルスが細胞の中に入ってから6時間で判別できるというところまで来ています。それから、次に3つ目の話題ですけれども、今度はですね、ちょっと、もう少し別の話になりまして、この左側の漫画ですね、ちょうど輸血を患者さんが受けている状況なんですけれども、この輸血の、これは人の献血から血液製剤というのを、製造しまして、それをこう体の中に、導入するという状況を示していますが、もしこの血液製剤、このバッグの中に、細菌、いわゆるばい菌、雑菌ですね、が混入していた場合どうなるかといいますと、血管の中にばい菌が入りますので、そのばい菌がですね、瞬く間にこう体全身に巡っていって、体中の至るところでその細菌感染という病気になるわけです。これ敗血症と言ってますけれども、したがってですね、この血液製剤の、安全性というのは、その中に雑菌、ばい菌がどれだけ含まれているかということに非常に依存しているということになります。で、特に血小板製剤というものは、常温で保存して保存期間4日というふうに安全基準として決められているんですけれども、この4日というのは、要するに万が一細菌が増殖、含まれて混入してたとしても、それが人体に悪影響を及ぼさない範囲で使い切ってしまうという、そういう目安になっているんですね。なので、早く使ってしまうというよりは、その万が一その中に雑菌、細菌がですね、混入してたとしても、それを直接殺してしまう、あるいはもうそれ以上増えないようにしてしまうということができれば、それは安全性として、非常に高いものだということになります。で、これにも光が使えますという話になりますね。で、私たちのグループではですね、そのレーザーという特殊な光で、しかもこのストロボのようにですね、ある瞬間に強い光がポンポンポンと連続的に点滅するような形のレーザーを用意しまして、それでこう照射する。で、一般的には殺菌というのはですね、あるいは細菌の不活化っていうのは、紫外線を照射することが多いんですけれども、紫外線の特殊なレーザーを使いまして、その細菌の不活化効率が従来よりも3倍近く効率が上がる。これは縦軸がどれだけ細菌が生き残っているか、で横軸はその投入した光のエネルギー量なんですけども、従来の照射よりも3分の1ぐらいのエネルギー投入量で安全な血液製剤になる可能性があるという実験になっています。で、今まで述べましたようにですね、その細胞の中を光で観察する。そしてその中にどんな物質が含まれているか、あるいはその中に含まれている物質を光によって、いろいろと性質を変えていくというようなことをですね、積極的にやるということで、
未来の新しい診断技術あるいは新しい治療技術が開発できるということになっているということでになります。ですね、まあ、あのオープンキャンパスで実際にキャンパスに来ていただいて、どういうあの実験装置どういう設備で、今のような観察ができるかっていうのを、まあ、見ていただければ本当は良かったんですけれども、まあ、あの写真で、まあ、雰囲気にもならないと思いますけれども見ていただければというふうに思います。そろそろ時間ですかね。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。最後に、先ほど冒頭で、私たちの研究に関してこれはあの農工大全体東京農工大全体がですねいろいろなあの学科を持ってまして生態用システム工学科だけではなくて実は生態用システム工学科に入学しても隣の生命工学科とかあるいは、府中キャンパスにある農学部獣医学科とかいろんな先生方と一緒にあの研究活動をすることができます。でそのオール農工大農工大ドリームチームのご紹介がこの今スライドで出してますけれども、この QR コードのサイトで、紹介されてますのでぜひ興味のある方は覗いてみていただければいいかなと思います。はい、では以上で今日の講義を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、技術革新の話から入ってかなり様々な研究内容をご紹介いただきました。ありがとうございます。なんと早速もうコメントが来ているようでしてちょっと読み上げさせていただきますね。はい、はい、感染状態を実際に確認するにはどこの細胞を取り出すかなどどのような方法で行うと考えていますかという質問が来ております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。非常にいい質問だと思いますね。ウイルスがですね感染するときにはそのウイルスがどの細胞に取り付きやすいかっていうその特徴があります。でこれも先ほどの、学部1年生がですね生物学入門の講義のことを紹介してくれましたけども実は私自身がその生物学入門 の, あの担当者でしてであのウイルスの感染の仕組みですね仕組みなんかもあの講義の中で扱っています。でその時に、まあ例えばインフルエンザとかコロナウイルスですと鼻の奥の粘膜を取ってきてそこにあるウイルスを検査するんですけどもそれはウイルスがそこに侵入しやすいという性質を持っているからですね。ですからやはりその、ウイルスがの種類がある程度分かっていればその感染が容易に起こる箇所の細胞をやっぱり取ってくるというのが一番いいことになります。それからあとちょっと脱線になりますけれども私たちがこの研究を始めた動機がですね実は狂犬病の、予防診断に使いたいということです。狂犬病はですねもう発症したら死亡率 100% なのでなるべく早く感染したということを確かめたい。そうなんですけれども狂犬病ウイルスというのは神経に一応を犯しやすいんですね。これもウイルスの性質なんですけども神経に入ってしまったら神経細胞を取ってくるっていうとそこの部分を損傷してしまうので非常にその後 の, せあの、ダメージが大きい可能性があるということで、なるべくですねその早い段階でしたがってその例えば噛まれた時には噛まれたあたりを、の細胞を拾ってきて、感染しているということがわからないかとかですねそういう早期診断によって非常にその後の治療方針とかあるいはその予後といいますけれども万が一その、症状が出た時にも、後で、ダメージが低くなるようなそういうあの扱いができるんじゃないかというふうに考えているということになります。ちょっと脱線になりましたけど大変いい質問だったと思いますので、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと付け加えて質問なんですけれどもどんなウイルスでも感染って確認できるんですか。今のところどういう状況でしょうか。そのことに答えられるとするとですねもうかなりいや今から10年ぐらいに先に、そういうことを自信を持って、お答えしたいというぐらいなんですけれども今考えてますのはその細胞の中にウイルスが異物が入るんですね。ただし入るときには細胞は異物だと思わず騙されてそれをウイルスを体の中に入れてしまっているで、その、先ほどもちょっとちらっと言いましたけれども、そのウ
イルスが感染された側の細胞はウイルスに必要なタンパク質とかの物質をせっせと作り始めるんですね。ですから自分にとっての異物がどん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 細胞の中にできてくるわけです。でそれはそのウイルスの種類によらず、人にとっては自分にとっての異物が、侵入をうっかり許してしまったんだけども、その後勝手にその自分 のウイルスの体を作らせてしまっているという状況ですから、その自分と異なる物質が体の中でどんどん増えているかというのを検知するということであれば、これはウイルスかどうかということよりも、とにかくその異物に侵されているかどうかということの、認識ができるという仕組みになっているわけですね。ありがとうございます、はい、なんとコメントでレーザーってすごいですねってコメントが来てます。それはどうですか。レーザーの凄さは本当にすごいんですけれども、それ話す時間あるんですかね。いいですか。本当のことです。先ほどのですね、東京ドームの中で、1ミリ四方じゃなくて 0.5 ミリ四方を、区別できるという話をしました。他の凄さはですね、レーザーというのはどこまでもまっすぐ届くということなんですね。それで、一番その、遠くに飛ばして人の役に立ったっていう事例が、地球と月の間の距離を測るということなんですね。で、それは地球からレーザーを打ち出して、月38万キロなんですけども、38万キロ行って、全然広がらずに、それで、アポロ宇宙船がですね、月の上に鏡を置いてきてます。で、月の上に置いた鏡で、地球に戻ってきた時間を検知してるんですね。で、レーザーを打ち出して、ストップウォッチかけて、38万キロ行って、帰ってきた時間を測って、で、光の速さと、掛け算して、距離を求めてるんです。で、そのレーザーの凄さっていうのは、その38万キロ行って帰ってきても、広がらないっていう凄さもありますね。だからもう本当にレーザーっていうのは、20世紀最大の発明と言われてますけれども、21世紀になってもまだまだ使い道が、に優れてる。いうふうに信じてます、はい、生態計測か月の距離ってもうなんか生態ではないまた別のジャンルの内容にもなってくるかと思うので、レーザーを使ってまた新しい研究が広がっていくのが楽しみですね。はい、ありがとうございます。そろそろお時間が来てしまったようです。それでは本日のすごいでビーカーの先生のコーナー以上になります。三沢先生ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。本日の内容は以上になります。この2日間の配信に関してはアーカイブに残りますので見返すこと可能でございます。また11月にもオープンキャンパスございまして、詳しい入試説明や学科説明に関しては11月に、説明を行いますので、ぜひご覧いただけると幸いです。また本日の内容をきっかけに農工大ひでは生態用システム工学科を選択肢に入れていただければ嬉しいです。皆様が楽しい大学生活を送れますよう学科一同願っております。以上、生態用システム工学科の学科説明会でした。ご視聴いただきありがとうございました。